リデーですね。ラッドスタックの頭部の剥製ってこれありましたよね。はい、開けます。北極グマのぬいぐるみ、ウォッカ、プラズマグレネードの設計図。え、プラズマグレネードの設計図って超レアじゃないですか、うん、これってレアやんね。むちゃくちゃレアですよ。そう、多分レアっすね。あ、覚えてないわ。やったね。それも出るようになったんですね。どうも、MJ です。フォールアウト76アップデートパッチ16でホリデースコーチイベントが追加されましたので、今回はホリデースコーチイベントをやっていきたいと思います。ホリデースコーチイベントによって一部のスコーチがプレゼントをドロップするようになっておりますので、プレゼントを探していきたいと思います。簡単な紹介動画となりますので、参考程度にご視聴いただければと思います。はい、じゃあよろしくね。お願いします。お願いします。よし、行こう。スコーチがおるとかやったらいいんかな。で、レベルは関係ないみたいやから、スコーチがおるところをちょこちょこっと回っていきましょうか。すごいです。まあ、近くであれば空港かな。行きましょうか。空港から行こう。何もらえるんやろ。なんか衣装を身にまとってるんやろ、スコーチ。はい、そのようです。で、近く行くとシャン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 言うんやろ。はい、全部この時そうでしたね。今のところサンタのコスチューム確定ですね。お、おったおったおった、早速おったで。え、ああ、ちょっと待って、これは聞いてない。スコーチこの格好は聞いてない。サンタ服じゃないやん。しかも星に。やめろやめろ、なんで俺やねん。これはでも場所なんだよ、これは。うん、一緒やん。これ何もつけへん。あ、レベル低いからやろね。あ、でも、でも、取れました、取れました。これだ？同じく取れました。はい、え、私、大きなホーリデーですね。大きなホーリデー、俺、小さなホーリデーやわ。俺は、低品質のプレゼント。ランダムっすね。うん。で、伝説武器、レベル5ですね。僕も小ですね。俺負けるね。よし。はい、新しいおもちゃの車と、はい。だけどお酒とティックの剥製が出たよ。お、マジっすか。これ中品質開けます。おい、あ、ブロッドフライの頭部の剥製が出ました。お、ナイス。でもね、もう呼んでますね。うん、呼んでますね。吉屋はよしよし、おるかな。シャンシャンする。シャンシャン言うてる、シャンシャン言うてる。シャンシャンする。いた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 。2回し2回あいます。見ますね。47レベル2回に。あ、おったおったおった。シャンシャン、シャンシャン、ここです。お、降りる？降りるの？降りるのね。やっぱ近接ですね、こいつ。うん、近接が多いね。足砕くね、とりあえず。はいっす。ザコ行きます。パンツめっちゃ見える。パンツ見えてるやん、お前。まだいいよ、処して、処そうか。小さなホリデーギフトと害虫駆除のミニガン。大きいホリデーとクワトテスラ。お、当たってるやん、お前。やる。開けてみる。レベル40っすね。小さな開けたらモンゴルの頭部の発生でしたね。お、俺はね、ほうほうほうって言われたね。石炭とクランベリー蜜増酒。俺も開けよう。空港内、動画撮れてないけど、この大きなホリデーギフトゲットしたから開けてみるね。はい。キャッチザコミーボードゲームとお酒。と、ブロートフライの頭部の剥製。これも読んでるんじゃない？呼んでますね。バレーガレリア。
バークレースプリングスのとこにもらん？確か今思い出したんやけど。ああいますね。はい。思い返せば普段行かないとこで行ってくれます。パジャマですね。パジャマいました。お。シャンシャン言ってます。スーツシャンシャン言ってます。あ、スーツもシャンシャン言うてるやん。ほんまや。中もワンチャンあるんじゃないですか？うん、外をおったら。痛いな。もし1。伝説が出てくれるからいいよね、プラスで。スコーチ伝説出にくいし。伝説狩りにちょうどいいですね。なんか、芸人が来てそうなスーツよね。ありますね。全員シャンシャンやりますね。全員シャンシャンいいんやね。入れた？ダメ。サクッと行こう。OK です。このスーツももらえるんかな。小さなリレーギフトです。ん？私あれですね、ホリデーギフト出てましたね。何も書いてない。中品質です。中品質な。よし、中行こう。キャップとミニガンプライムバレルが出ました。マジで。俺も開けとこう。狐の剥製が出ましたね。お、いいよ。いいの。俺さっきからシングルアクションリボルバー、プライムレシーバーが出たよ。小さなホリデーギフトから。ジー。買いましたね。あ、消しますね。この上ですね、多分。ないっすね。あ、ほんまや、シャンシャンしてる。シャンシャンしてます？おばさん、新春シャンソンショーって言って。新春シャンソンショー。はい、あかん。田島陽子、新春シャンソンショー。新春シャンソンショー。あ、いた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 。スーツ。知識箱スーツ、星に、ね。知識箱スーツ。面白いの持ってる。68やで、レベルも。ここレベル低いのにね。近接限定なん。どんどんもらっていこう。普通の何も書いてないホリデーギフトと救命森林偵察用アーマー胴体。どうなんでしょうね。ヴィンテージのぬか社員とレールライフルのプライムレシーバー。プライム出るんですね。今プライムレシーバー大体揃ってますけどね。V ダメのやついる。場所です。OK です。OK です。めっちゃ飛んでて。下へ。普通のホリデーです。俺も普通の何も書いてないホリデーギフト。ホリデーですね。ラッドスタックの頭部の剥製ってこれありましたよね。はい、開けます。北極グマのぬいぐるみ、ウォッカ、プラズマグレネードの設計図。え、プラズマグレネードの設計図って超レアじゃないですか。これってレアやんね。むちゃくちゃレアですよ。そう、多分レアっすね。あ、覚えてないわ。やったね。それも出るようになったんですね。シャンシャン。シャンシャン。あそこもじゃん、レスポンダーの消防のさ、試験のとこ。あ、おる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 。あはは、いる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 。お、いる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 。あ、スーツ。スーツですね。オッケー。もうちょ。きれい。ザコ。小さなホリデーギフト。中身はね。うん、モーションアシストサーブですね。T51。はい、じゃあ、幸いしてると思うので、もう一回空港へ。はい、あ、シャンシャン出てるやん、もう。シャンシャン出てる。後ろに。レベル1ですね。うん、防犯マンもちろん。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。膝ついてますね、俺も。わかった。ホリデーギフト、不屈の歌ま。小さなホリデーギフト。いいね、グッドタイミング。いいですね、素晴らしい。
イベントでも湧くんやったらいいですよね。うん、みんなここへ来るのじゃん。ここが鉄板になりますね。あ、湧くかな。湧きました、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 湧い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 た、小さな堀で、小さな堀で、小さな堀で三つやわ。あ、来た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 、はいはい、ケイ堀でギフト、また小さな堀でやで、4スモール、4スモール、あ、上にいます、上にパジャマの方がいます、ね、あ、ほんまや、あ、いた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 、交換、あ、パジャマな、すごいすごいパジャマっぽいけど、パジャマっぽいけど、パジャマに、よしよし、そして、小さなホリデー、小さなホリデー、お、お、やっと普通のホリデー出た、ちょっとじゃ、小さなホリデーギフトが5個、ビーバーの剥製が出た。お、キツネの剥製出ました。お、いいやんいいやん、ま、ラッドローチの剥製出ました。バラモンの頭部の剥製、T45 左足設計図、なんでその小さいのからいっぱい石図出るんですか。大きいのから出るとは限らんからね。そうですよ、大きいの一つだけ開けます。で、中くらいの行きます。でも石炭とお酒しか出んかったよ今。レイダーアーマーのなんか石図出ました。お、いやいや、石図でも嬉しいよね。うん、今また出んかったね、設計図。いや、大きなホリデーギフトいきます。はい、あー、枝つも出ました。オポッサムの剥製とキャップが25出ました。おー、イオン、ホリデーギフト、リスの剥製、あれ俺、枝つも3つ出ました全部ボロートフライの頭部の剥製で、ラストホリデーギフト、T51 キネティックダイナモ、読んでないのが T45 の左足とバラモン頭部の剥製、ビーバーの剥製、プラズマグレネード、リスの剥製、エダズノの剥製、ベンダーでも売ってるこのギフトラップ、これが気になるのでちょっと買ってみますね。低品質、中品質、そして高品質。買ったホリデーギフトは細工師の作業台で作成が可能。ハンドメイドのホリデーギフト、大きなハンドメイドのホリデーギフト、小さなハンドメイドのホリデーギフト、ちょっと作ってみますね。はい、これ自分でも開けたらさ、あ、自分で開けるわ。マジっすか、お金で解決、お金で解決、やっちまったなぁ。開いてみましょうか。あ、お金で解決やわ。マジっすか。バラモンの頭部のアクセス。子供の夢が。マジっすか。うん、ええー。
え、ってことは、そこね、1400だったじゃないですか。うん、だから頑張れば1日ただで1個5品使えますよ。うん。そうですね。うん。プレゼントできますじゃなくて、自分に買える。自分へのご褒美ですね。うん。ダブルバレルショットガンプライムレシーバー設計で出ました。まさかと思いますけど、これスーパーディーパー効かないっすよね、さすがに。あー、どうなんやろうね、数やってみんと分かんないですけど。でもスーパーディーパーつけてやってみましょう。金で解決できちゃうね。できちゃいますね。アパラチアも結局金か。エミリーさん、それ言ったらダメっすもん。イベントをする意味がなくなってくる。はい、ということで、ホリデースコーチのスコーチを倒してホリデーギフトを手に入れるっていうのをやってきましたが、スコーチがいる場所であればランダムで湧くようになっておりますので、また皆さんもスコーチを倒してホリデーギフトを手に入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとう、みんな。